いやー、順章、マジでパーティー入ってくんないかな。やっと終わり見えてきた。終わり見えてきたの？入ったばっかだけど。住んでた人、あれ？住んでた人とかいるの？なんで？ダンジョンだろ。明かりついてんの？明かり？まだ誰かいるのかな。まさか。これ俺らのランプじゃない？歓迎は期待できないね。用心しておいた方がいい。そうだね。待ち伏せされてるってこと？なんかいるの？かもな。前の住民がいるってこと？ちょっと遺跡なの？何もなさそうだ。こっちは外れみたい。次々喋るなこいつら。俺の喋る隙間を与えようとしねえな。順調めっちゃ走ってる。マジで服装ファンタジーっすね。ああなんか出てきたよ。地面から入れてきたよ。ダンジョン。おお順調。ウサギを狩るにも全力ですね。スケルトンだって人の骨ってことだよ。前の住民じゃねこれじゃ。フロンプト当たったね言ってたけど、ね、やったぞ。当然やりましたね順章。よし完璧。いやーやっぱ順章いると戦闘もすぐ済むね。あ何？おー落石した。大丈夫かプロンプト。順章大丈夫ですか？あまあでも順章兜かぶってるからな。兜かぶってるからなんとかなりそう。こっちは何かあるかな。何かあるかな。あ、なんか落ちてるよ。輝く金属片。順章いりますこれ。その兜の角の先っぽに垂らしたらおしゃれですよ。提灯暗号みたいで。部屋多いな。一人で先行くなよ。だいぶ風化が進んでるな。そうだな。おお、なんか出てきた。めっちゃ敵出てくるな。スケルトンめっちゃ出てくる。足元注意喚起してくれるじゃんね。よっしゃ。この隙間に入り込めやがって。埃か。この調子だノクト。やったぞ。あ、順章なんか、順章なんか岩とバトってる。順章そっちなんもないですよ。姉さんそっちなんもないですから。気にすんだ。よし倒した。ちょ、なんな一人で。姉さんめっちゃ一人でハッスルしてるよ。岩相手に3000ダメ叩き出してる。もう、こっちでやって、そういうの。敵相手にやってください、姉さん。来たー。あれは何？すごい。すごい。おー、何あれ。こんなもんだ。なんかある。水面？上見て。プール？水面に見える。水面に見えるね。じゃあ水の中なの？ここ水の中。どういうこと？すごい。こいつら魚類かよ。魚まで泳いでる。まあ、確かにイグニス魚っぽいなって思ってたけど。ここは、水の中。エラーのとこに謎の穴あるなって思ってたけど。俺息苦しくなってきた。エラー呼吸だったのかこいつら。映画みたいだな。映画みたい。グラディオも来たらよかったのに。デオラスもな。来るよ。来るよって順調。いや、デュオラスは来ねえよ。今頃メスゴリラはべらしてるから。数百頭単位の群れ作る。よし、倒した。先を急ごう。せやな。なんか落ちてる。マジックボトル。マジックボトルを、まだ調べてないです。はい。ここ渡る感じね。みんな、気をつけろよ。なんか気になる。何が気になるの？もう何だ？崩れない。次々もう一つの会話が終わってから話し出しなさいお前ら。渡ってこれる？順章大丈夫ですか？渡れますか？まあでもめちゃめちゃジャンプするからな。死骸とは腐れんだわ。どういうことだ？来た、急に来るの？軍とこいつらは、まあ深い関わりでね。死骸ってモンスターのことだよね。帝国軍はここで何を？なんかしてたの？標本集め。標本？最近はそんなんばっかり。何の標本？何の？死骸。死骸と関わりってさ、どんなモンスターの標本集めてるの？そうってなんでしょう。え、答え当ててくれ。お、アラネアクイズ。ドッキドキアラネアクイズじゃん。ちょっと敵出てきてる。めっちゃ。ああ。よし倒した。みんな無事かい？みんな無事です。アラネアは気遣ってくれるね。アラネアさんだろ。もしか順将か。バツイチ姉さんだろ。こいつらはね、勝手な設定つけないだろ。平気。あんたたちも見たことあるはずだよ。あるっけ？最近の帝国ってのは。ああ、魔導兵のこと？ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。あ、やめるの？順調。ねえ、うち来なよ。やめたらどうするの？うち来たら？私はもともと傭兵だからね。ノクティスご一行。ノカ連れて。死骸相手に仕事かな。おお、モブハントですか。すごいね。パーティー入ったらいいのに。給料出すよノクトが。多分オーケーだし、なんとかなるでしょその辺。俺が指示を出そう。イグニスが指示出すの。あと難しいやつ。ないよ。めちゃめちゃ文句言われてる。よっしゃよっしゃ。
終わった。やっぱアラネア順守やったら楽だな、戦闘がな。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ、皇帝も新しい将軍も意識バラバラ。あ、そうなんだ。最初もあんな感じでしょ。いや、まあアーデンさんはいい人だと思うけどね。なるほど、統率が取れてないんだな、帝国軍。まあ確かに将軍もなんか最近入れ変わったみたいな言ってたし。そう簡単に崩れない。おお、崩れた。え、フラグ立てんなよ、プロンプト。見てただろうがお前。あー落ちた。そう、ここは落ちるのか。ここは落ちる仕様なんだ。たまにノクトはね、刺して止まってくれるところもあるけど、ここは落ちるのか。やっぱり。なんか出てきた。うお、何これ、ムキムキグラディオラス。まあまあ、ずいぶん色黒になってよお前。絶対南国行っただろう。なんか敵いる。ガモいっぱいいる。ガード、よし、ナイス。ガードしてできたのか。ディオラス、ディオラス、思い出す俺との旅の思い出を。あんなバナナも食べたし、こんなバナナも食べた。よし、まあボコボコにしてるけどね。思いっきり鉄巨人って出てるけどね。ほら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 、よしよし、死なねえ。こいつめっちゃ飛ぶだな。あ、でももうちょい。あ、待って、召喚使えるっぽい。あ、ここでも召喚できるんだ。へえ、ちょっと待って、召喚した、召喚した、召喚。ちょ、誰が来るのこれ。タイタン、タイタン来るんだよ、タイタン。ラムーだった。ちょ、じいちゃんバック来る。ちょ、タイタン何してんの。え、てか俺らダンジョンの中だよ、どうすんのこれ、どうすんの。なになになに。あー、いや絶対それ出すな。え、ちょっと待って、壊れる壊れる、ダンジョン壊れる。あー、おお、うわー。壊れるダンジョンが、やめろ、見すぎて採掘しに来てんだから。ちょ、天井貫通してきたぞ。あー、まあ助かったけど、無事かこれ。神話に出てくるだけの。ちょ、崩れるって、もうダンジョンがめちゃめちゃするな。お、よ、お、お、はぁ、はぁ。よし、順守っす。いいですよ、順守、倒しちゃってください。女性の手を汚させるのも悪い。どうしたんだ急に。何を言います。今さらなんだその紳士キャラ。え、こんなキャラだったっけ、イグニス。行こうぜ。おい、何急にメガネ光らせてナンパしてんだよお前。これで順守は俺に一メガネボレニスねとか思ってんだろうな。そんなうまくいかねえからな、バカ野郎。イリスちゃんがイグニスの目つきはキモいって言ってたよ。分かれ、かわいそうなこと言わないで。どうすんの。ところどっちだ。てか広いなこのダンジョン。それが分かればいいんだが。エレメント取って。お、あ、なんかやばくないここ。広いな。あー、ボスいそうだなこれ。おー、なんかいる、なんかいる。何これ何これ、ボスじゃん、ボスじゃん、ボス。おー、え、ドラゴン、ドラゴンじゃね。おーおー、来る、来た、またモンハンみたいなやつ出てきた。何これ。おーおーおー、ケツアルカトルだ、ケツアルカトル。ガードして、パリだー、あー、パリカウンター、パリーカウンターとかあるんだ。パリーした後にもう一回パリーしないと。うわあ、骨でした。ちょっとイグニスの骨見えちゃう。骨が透けちゃう。ちょ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 。ああ、ちょっと待って、何やってんのか分かんない。何やってんのか分かんない。ノクトどこ？ノクトどこ？ノクトどこで何やってる？将棋してん、将棋してるんだよ。だあ、危ない。イグニスがプロンプトを助けようとしてるぞ。ハイエクス、あれ使えない。死んでるのかこれ2人とも、もしかして。メガフェニックスもったいないかな、使うか。よし、ガー食らった。もうなんだよ、うわー、ちょっと待って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 、危ない。ちょ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 、なんか帯電してない、逃げた。あー、くそー、雷系のやつか。ちょっと壊滅するなこれ。イグニス、ちょっとギャザリング、ナイス。メガネの元に集えお前ら。これを使うとね、全員の HP は回復するんですよね、謎の力で、謎のメガネパワーで。おお、めっちゃ飛ぶな、うわー、くっそー。ちょっとここは順守、エアスペリオリティ決めちゃってください。
エアスペリオリティ。おお飛んだ。行くのか。さすが龍騎士。おおいいね。膝をつかせたぞ。さすが純章。あー痛い。どっかのゴリラの体験分回したら違うわ。命中率は違う。ちょっと死にかけて死にかけて、また死にかけて。ちょっとラストエリクター使って。そこいつもう一回パリ決めてやる。おーガード。あーくそ外してんじゃねえよこの野郎。あー痛い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 。あれ終わっちゃった。あっさり終わったな。なんか純章がまだハッスルしてる。終わりましたよ。純章、純章どこ行った。あれ、あいた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 。うわーすげえ。でもこいつ、どういうことだ。どういう習性だよそれ。別に焼肉食べたくなんねえよ。喉渇いたり忙しいな。え、ミスリルはどこだ。あ、おお、なんでお前らそっちから来た。もうたまに進行方向から来るのびっくりするから。あ、ミスリル、あ、落ちてた。こんなとこに落ちてるんだ。ここで終わりのようだな。あんまり採掘した感ないけどね。ねえアラネア、どうしたん。死骸と関係ある兵器って。ああ、何魔導兵。ああ、やっぱ魔導兵。そうなんだ。うん、あれは死骸の研究から。死骸から。不気味な国だよ今の帝国は。なるほどね。気をつけな王子。あ、王様か。あ、どっちでも大丈夫ですよ。こいつ自覚ないですからまだ。入り口戻る。いやー、アラネア姉さんこれで終わりなのかな。もうすぐ出口じゃない。外だ外だ。出れたね。やっと出られたな。よかったね。いやー純章これで終わりか。寂しいな。一緒に来てくれないのかな。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。助言、純章助言、ありがとうございます。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。おねぎらいメガネ。いいね、ねぎらうね。まったく疑り深いこと。すげえ仲良くなってんじゃん。どうか気をつけて。気をつけてね。ありがとう。ありがとう。じゃあね。なんなん、急に紳士的になってない。すげえ気に入ってんじゃん、アラネア姉さん。あと最初から帰りは送ってやれって。アーデンさん気遣い。船に乗せてやる。イグニス何携帯でってんの。よかったね。よかったね。シドニーから連絡があった。今回イグニスに連絡があったの。レスタルムの精錬技師を訪ねろと。レスタルム。工場にシドニーの友人がいるらしい。へえ。ミスリルを渡せばいいそうだ。あ、なるほどね。そしたらやっと船が直るってわけか。はあはあはあ。なるほど。休憩が終わったら、どこにも寄らずレスタルムに行くぞ。どこにも寄らずってなんだよ。しっかり準備してくれよ。寄り道ばっかしてるみたいに言って。この湖にもしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。釣り？いやいいよ。釣りはね、あのネイビスおじさんがねいる時にしかやんないって俺決めてるから。あの人の前以外では竿は振らないって決めてるから。なあのことな。順勝。順守送ってくれるんだって。じゃあそこまででいいね。ありがとう送ってくれて。準備はできた。準備できてる。出た。この先は当分引き返せません。これマジで当分引き返せなかったことはないんだけど。頼むわ。何なの。はい行くよ。はい行きましょう。あれ、あーなんか赤い。シャーアズナブルか。アズナブルさんとこの船みたいですね。順守いい匂いしそうだね。イグニス順守の船ね。いい匂いにすよ。これは新しいレシピを思いついたぞ。ってなりそうだね。起きな王子。はい。着いたよ。着いたってよノクト。あ、すげえ、レガリアまで運んでくれて。まあありがとうございます。本当でけえな。どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒、はい、あんたたちに頼んだよ。わかりました。任せて。工場あったもんな。いやまあ確かに何かに絡んでくるとは思ったけど。工場クエストか言おうよ。数時間後。いきなり時間飛んだね。いきなり数時間飛んだり数日経ったりするよなこのゲーム。おお。え、何どういう状況これ。何どうしたの。ノクト。ノクトが宇宙兄弟にみたいになってる。防護服は一着しかない。単独で。あ、誰？左の人誰？諦めて頑張ってきてくれ。え、グラディオラス？左。
ずいぶん変わったね。なになに、どういうこと、発電所で死骸を倒す。おお、グラディオラスなんか雰囲気変わったな。俺たちは出入り口で待機する。はい、死骸を逃がさないように見張ってるよ。わかりました。グラディオラス変わったな。なんか心なしか背が縮んだ気がするね、雰囲気も。なるほどね。とりあえず、死骸を、なんか突然だな、ここまでの経緯はいいな。突然始まったぞこのミッション。あ、誰、ホリー。死骸駆除、引き受けてくれてありがとう。はい、その間にミスリルの加工はやってね。ああ、そういうことか。なるほどね。先に一人ハンターが入ってるけど。ハンター？誰？うん、多分一人でなんとかなる数じゃないから。あ、そうなんだ。そんなにいるんだ死骸。協力して駆除してよ。わかりました。あ、ちょっと待って。あとちょっと嫌なお知らせ。はい。死骸が発電機をいじってるみたいでさ。おお。出力次第じゃ爆発。急いでね。大丈夫それ。ちょ、レスタルム吹っ飛ぶんじゃない。おい、あのばあちゃんみたいなじいちゃんもいなくなっちゃう。それはどうしても、それは阻止しなくちゃなんねえな。あのばあちゃんみたいなじいちゃんはレスタルムの希望だからな。なんとしても阻止しないと。これどっから入るの。あ、いる、なんかいるぞ。え、援軍か。あ、え、あ、まあな、この人か。先にここの奴らはなかなか手強いぜ。あれ、はえ、お前さ、こいつ、あんたもハンターならわかってると思うが、こいつ胸剣カップヌードルハゲシスコンエリアシナガナガおじさんだろお前。え、こんなとこで何してんの。え、お前、お前王の盾ほっぽり出してなんでこんなとこでバイトみたいなのしてんだよ。何雇われハンターやってんだよ。え、なんなんこいつ。ここか、発電所の中。ああ、めっちゃ敵がいるわ。うん、一気に叩くぞ。ちょ、お前声一緒じゃねえか。ちょ、体験出してるし。え、絶対デュオラスじゃんこれ。え、お前何してんの。え、なんかどっか行くっつってたから。え、バイトしてたの。何、何、何、なんだよこれ。だろ、あんたもやるじゃん。うん、一人で修行でもしてたのか。え、なんだよこの会話、くせえんだよ。別にかっこよくねえんだよその会話は。え、え、早くない、退避すんの。え、爆発するってデュオラス。俺を信じろ。え、あんたはどうする。あんた、いや、もういいじゃん、お前デュオラスだろって言っちゃえよもう。なんで気づかないふりしちゃうんだよ。そういうのいいから、もうへへみたいなノリいいから。よし、ラス1。これで全部か。これで全部だ。片付いた。なんだよ、頼りになんじゃねえか。うん、元からだろ。え、また頼むわ。任せろ。もう臭いノリやめろお前ら。お、ノクトみたいな感じでいいじゃん。てかデュオラス何してたんだマジで。なんでこんなとこで駆除してんの。何害虫駆除の仕事受け負ってんだよ。よー、ハンターさんめっちゃ経験値溜まってる。え、デュオラスマジで何してたの。なんでこんなとこで再会すんの。ほんと疲れ。おーい、スリルは加工しといたよ。ホリーさん、胸元ざっくり開いてセクシーですね。ありがとね。うん、もうグラス、もうぜ、もう絶対もうすぐ分かったわ。そういうこった。しばらくぶりだな。ちょっとこれ恥ずかしくない、早くない。傷増えた。ほんとだ、おでこに傷増えてる。え、改めてよろしく。なんか傷作ってドヤ顔してるこの人。なんだお前。14歳みたいな精神だろお前。はい、イリス。あ、イリス。お、悪いな、ダスティ。誰、後ろのおじさん。兄さん、戻ってきたんだね。お、迷惑かけたの謝った。謝るよお前。そこで早速働いてもらった。いや、まあでも代わりになって余りある人がいてくれたけどね。じゃあミシリル用意できたんだ。それなら私がシドさんに持ってくる。ありがとう。先に帰って、後ろのおじさん何それ。ノクトたちはしっかり準備してから来て。わかりました。この後ろの水谷豊風のおじさんは誰。こんにちは、ノクティス様。あ、よう、お元気そうで何よりです。わ、こいつも陰キャだな、さては。ああ、陰キャ出てる。ノクティスとかシンパシー感じちゃってんじゃないこれ。ダスティン、
誰だよ、また急に新キャラ出てきたの。先に皆無に戻って待ってるから。はい、ノクトたちはしっかり準備して。ちょっとディオラス、お前何なんだマジで。ちょっと戻ってくるの早くない？そんであんまり時間経ってないよね。多分1時間ぐらいだよね、ディオラスと別れて。何なんだこいつ、本当にデコに傷作っただけだな。あ、ズームできる。ちょ、すーげえドヤ顔してる。ちょ、すごい、まあ、すげえドヤ顔してる。何こいつ。ちょっと夏休み明けめっちゃ色黒になったやつみたいな感じで、いつ話しかけてくんのかな、そわそわみたいな感じなってんじゃん。一切触れねえからな、その額の傷については。どうしてできたのかとか。てか傷がつくって別にそんないいことじゃないからね。ヘマしたってことだからね。箔がついたとか言ってるけど、ドヤってるけどなあ。ほら、誰一人喋んない、誰一人喋んないよ、ディオラスに。もうよ、イグニスあたり切れてんじゃん、これ。急にいなくなるからさ、相談もなしに。あら、カップヌードルの店寄らせてくんねえか。なんだこいつ。カップヌードル好きだけどさ、グラディオがハマってんの何回以外。修行終わりの開口一番それ。しかもうまい。初めて食った時は衝撃だったぜ。何の修行してたんだよこいつ。普段いいもの食べてるから逆に新鮮だった感じね。何してんだノクト。いや、お前が何してんだよ。なんだカップヌードルって。まあ一応言ってやるけど、なんなんマジで。え、じゃあカップヌードル何。あ、クエストある。何クエスト。おお、なんだなんだ、お前らだけで行くのよ。え、なになになに、なんだよ。なんだその今の動き。修行中にふと思ったんだがよ、うん、やっぱ修行中に思ったのかよ。いい素材を使った料理ってのはそれだけでうまいだろ。知らねえよ。カップヌードルにとびきり上質で新鮮な具を乗せたらどう。知らねえよ、修行しろ。何考えながら修行してんのお前。お前何の修行したの。好きな具は何だ。好きな具。もう何なんこの質問。肉じゃない。肉だよ。何なんこれ。日清にでも言ってたもんか。日清の研修。ダイスミンチはカップヌードル。ダイスミンチって言うんだあれ。存在だ。謎肉じゃないのか。その常識を覆す最上級の肉を探すんだ。何一人で興奮してんだよ。いいぜ、俺は大歓迎。プロンプトポカンだよ。そうと決まれば実践あるのみだ。え、ダイナーで情報を集めるぞ。何なん、付き合えばいいんだろ。何なん、え、な、え、ちょっと待って、何。え、修行何だったの。え、いや絶対こいつ日清のさインターンかなんか行っただけだよねこれ。あ、あじゃねえよ。カップヌードルってなんだよ急に。ちょっとなんかカップヌードルのクエスト始まったんだけど。ちょっと真面目に修行してくださいディオラスさん。いやこれでさ戦闘力上がってるとかならともかくさ、なんだよ。カップヌードルに対する興味は深まってるだけじゃんこいつの。腕回してんじゃねえよ。腕が鳴るなじゃねえよ。もうなんなんだよ、面白すぎるだろこいつ。